ゲームのルール。その1、異変を見逃さないこと。その2、異変を見つけたらすぐに引き返すこと。その3、異変が見つからなかったら引き返さないこと。その4、8番出口から外に出ること。あなたは無限に続く地下通路に閉じ込められている。8番出口。ちょっと待てよ、すごいなこのグラフィック。誰かいる？おっちゃんが撮ってますよ。これ通勤中かな、それとも帰宅中？お疲れ様。どこ行くんだ？このおじさんほど己の道をまっすぐ歩く人間いないよな。曲がるんだ。はい。曲がるときすごい機敏なんだよな、あのおっちゃん。はい、ということで今回はネットで話題の8番出口というホラーゲームの実況をしていこうと思います。はい。で、どういうゲームかっていうと、先ほど説明がねあったように、なんかホラー間違い探しとバックルームズが混ざったようなホラーゲームになります。はい。多分ね、こういう場所が変わると思うんだけども、そう、なんかね、この今まではカメラとかをさ回して1カメ2カメ3カメとかで間違いを探してたんだけども、実際にこういう動いて間違いを探すっていうホラーゲームっぽいね。うん。どっから始まりなの？とりあえず進むか。はい。防犯カメラ作動中。いや、雰囲気いいな。うん。さあ、まっすぐ行こうか。これ走れば。うん。曲がって、左側通行。確か、あのおっちゃんも左側で歩いてたよな。うん。ぶっ飛ばすぞ。おっちゃんが曲がった方向。ゼロ？うん。この先が、どうなってくんだ？これの8番まで目指すってことだよな。はい。実際にあるのかな、こういう公園とか中学校。さあ参りましょうか。あ、ねえわ絶対これ。八本木交差点だ。2本増えてる。さて、今回は皆さんも一度は通ったことあるこの駅の地下通路参りましょうか。ちょっと待って、おっちゃん来たぞまた。え、これ異変があったらこういう風に戻るってこと？どうなんだろう、なんか変わった？1回目は、あ、てか待って、俺1回目見てないわ。俺完全にもうずっとおじちゃんが気になってしょうがなかったもん。他もなんか変化あんのかな、こういうボタンの位置とかさ、うん、扉が変わるとか文字が変わるとかないか。いや、それ結構過酷だぞ。はい。何か変わるかな。ちょっと待って、これ犬の位置がさ変わるとかやめてくれよ。うん。ざっくり見ましたが、8月8日8番出口だから、なんか8を意識してんのかな。うん。こっち側は12月か、12月15。さあ参りましょうか。これどうなる、この先。はい。あ、ゼロになった。とりあえず一回突っ走ってみようか。これまたおっちゃん来るよね。あ、来たわ。うん。またな。まっすぐ見すぎでしょ。どんだけ前見てんねん。さあ、またゼロだわ。なるほど。異変があって、これ戻らなかったから、ゼロからっていう風に振り出しに戻ってんだ。さあ行きましょう。うわ、怖いなぁ。なんか人がいるのいやいいよ、にゃんげんげん。あまりの興奮に僕ここ出ちゃいましたが。そう。人がさ通行するってのがさらに不気味さが増すよな。うん。おっちゃんを通行するとかできない？あ、阻止できるわ。ちょっと待って。おっちゃん押すってのはできないんだ。無理だね。はい。なんか変わりはある？日付は一緒だもんな。うん。何が変わるんだ？ちょっとまだ変化がわからないぞ。うん。怖い現象になるのかな。はい。うん。10月10日全席して3000円か。うん。こういうライブって3000円でいけるのか。結構破格じゃない。防犯カメラ作動中ありますよね。ここに1台と
うん、向こうに2台。さあ行きましょうか。結構この間違い探しむずいかも。あ、1になった。変化がなかったからこれ変わったのかな。で、変化に気づかないでまっすぐ行っちゃうと0になるみたいな。これは一緒。ちょっと待って、まず何が変わったのか本当にわかんない。変わってる変わってる、ポスター違うよね。うわ怖っ、おっちゃんも近いし、なんか嫌。失礼しました、戻ればいいんだよな。ポスター変わってたわ。結構わかりやすかったね。あ、2になってる。うわ面白いこれ。いいね。はい、ご案内ここにも書いてあるわ。いやこれすごいわ。なかなか新しいというかいいよねこれ。はい、じゃあ行きましょうか。次はポスター戻ってるわ、うん、このおっちゃんは変わるってことあんのかな。どうなんだろう。持ってるものはスマホとカバンか。これが逆になるとか。はい、うん、毛の量が増えるとかないよね。これも一緒、一緒だよな。じゃあ進もうか。あれこれあったっけ。あったってことにしよう。左側通行で佐渡、あ、三池だ。これでやってんだ。さあお次、うん、カメラ3台か。はい、あれ3台あったっけ。あれいいのか。次はうん、何か変わるか。これ天井とかさ変わるかな。どうだろう。ポスターは変わってないか。うん、ここも変わってない。他どこ変わるんだ。下とか、うん、これは変わってないもんね。はい、禁煙はあった。8番出口って書いてある。書いてあるな。いや変わってないなこれ。じゃあ進みましょうか。どうだろう。あ、いけてる。4になった。結構これ簡単かもね。スラスラいけちゃうかもよ。さあまたおっちゃんが来る。このなんかおっちゃん来る繰り返しすげえ怖えな。あるか。特になさそうね。おっちゃんも変わってない。靴の色が変わるとかないよね。はい、禁煙になってる。向こう側カメラやっぱある。あ、ちょっと待って、このさ枠とかが増えたりとかはあるかな。どうだろう。3個か。いや多分変わってないんじゃないか。うん、おかしいね。位置が面白いな。はい、これ開けられないよね。うん、これ違うからこう戻ればいいのか。え、これでいいの。どうすんだ。おっちゃんいる。え、しかも5になってるわ。うおー、おっちゃん何見てんの。画面暗いよ。ダメだ、この優しそうなおっちゃん死んでいる。うん、5番行きましょうか。八本木向かう。八本木。さあまたおっちゃん来たわ。怖え。これで今のおっちゃんに会いに行ったらどうなるかとかすごい気になるけども、せっかく5来たからね。さあ違いはあるかな。うん、1、2、1、2、1。ああちゃんとあるね。はい、結構細かいところが変わるっていうのが今のドアノブで分かったから、やっぱこういうボタンとかも変わるかもしんないよね。うん、消火器とかも変わってない。ポスターはどうだろう。なんか目つきが変わったりとかある。一緒だよな。うん、これも変わってない。はい、シャンプーコース、なんかこういうコース内容が変わるとかないよね。なんか墨汁コースみたいなアルバイトパート募集。はい、うん、1000円からか。今って最低時給1000円じゃないよね。はい、アルバイトしてる方でこの動画見てる方いたら、そう、それぞれの時給が気になる。おっしゃってんね。変わってないよな。じゃあまっすぐ行くか。うん、あれ、これ8番ってなってない。ああ、なるほど。裏表やんだ。ほうほう。
いやー変わってないと思う。行こう。どうだ。あ、6きた。あと2個だよ。結構簡単じゃない？こりゃ一発でいけるか。さあ、まとっちゃん来ましたよ。うん、禁煙の中のこのタバコ見るの忘れたな。どうだどうだ、変わりはないか。うん、どれを見た方がいいのかとかわかんないもんね。さっきドアノブが変わったからそこに注目がいくようになったから、意外とこれなんて言うんだろう、死にゲーというかさ。そう、あ、やっべ、ガンマ取ればいいの。え、誰か来る、おっちゃん来えよ。うわ、すげえ取り当たった。7番。何今の、何してんだお前。大事件起きたね、おっちゃん。むすごいな。はい、いやこれ面白いな。また来たよ。次は何が変わる。ポスター変わってないよな。地面とかも変わってないっぽい。地面とか上は変わんないのかな。おっちゃんも何か買ってるわけでもないよな。うん、スマホとカバンも持ってる。いや面白いな。はい、ポスターの目も変わってない。これも変わってないね。うん、お美しい。なんか細かいところ変わったりしないよね。この QR コードが変わるとか、この眉毛のねチャームが変わっちゃうとか。いや怖いな。そう、変わるとしたら特徴的なこういう目とかかなと思うんだけど、これ全体変わったもんな。あれ、びっくりマークのこの赤いびっくりマークって3つじゃなかったっけ。気のせいか。変わってないよな。多分変わってないと思う。行こう。監視カメラと上のあのダクトは、あれ、ダクトが1、2、あ、3あるわ。カメラも3あるから、じゃあ行きましょうか。ドアノブも変わってないね。うん、あ、違う、これ変わってるわ。ここ扉あったもんね。あ、あったっけ。ちょっと待ってよ、これ、いや確かあったと思う。戻ろう、戻るぞ。おっちゃん8だ。え、これ待って、来たか一発で。いける？あ、まだあるのか。ほらやっぱ1個あるもんね、ここ。かなりいいんじゃないの？うん、もしクリアしてももう1回やっていろんな怪奇現象見ていこうか。おっちゃん買ってないな。いやすごいいい感じじゃん。かなりスラスラ来れてるよ。変わってない、変わってない、これも変わってないか。うん、シャンプーコースが墨汁コースになってることもない。これも大丈夫かな。これも変わってない。うん、木日が休みだもんね。さあ行きますわよ。うん、監視カメラは3台あるね。でダクトの数も、あれ、ダクトの数が1、2、おや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 、 あった、3個目。じゃあ行こう。え、これあれ。ちょっと待って。これ一発クリアかな。あれ嘘。8本いけんのこれ。あ、クリアだ多分これ。ちょっと若干やらかして変わるな。ちょ、もう一回やろう。はい、いろいろ見ていこうか。結構簡単だったわ。うん、ひょっとしたら間違いが優しかったのかな。もっと難しいのとかもあるかもしれないから見ていこうか。さあ、あ、買ったぞ、お知らせ。うん、地下通路をご利用いただきありがとうございます。ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、見つかっていない変。なるほど、おっちゃん27個もあんの。ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。おっちゃん、そうなんだ。じゃあまだやろう。1回目でいけて、まさかの一発クリアよ。ここはないよな。
さあ行こうか。あれ、あったんだ。わかんねえ、マジか。うん、ちょもう一回チャレンジしようか。はい、これは変わってない。床も上も変わってないかな。うん、なんか変わってたのか。うん、そりゃそうか、だから戻ったんだよな。ここは大丈夫じゃない？まだ早い決断。うん、細かく見た方がいいのかな。まだどんな変化があるのか本当わかんないから、そう、どう出るかわかんない状況で、合ってるわ、そういう状況で、まあ、チェアさすって結構難しいかもね。さあどうだ。ここは変わってない。なんか目立つものをね、さっきから確認してますが、この扉ぐらいかな、なんかピンときたのは。そう、こういうところ変わってないもんね、今のところ。カメラの数も3台あるね。なんか細かく変わってんのかな、ポスター内。今ポスター内のアクセント完全におかしかったな。どうだろう。そう、みんなも僕が気づいてない時とかさ、ここだーみたいな、そういう楽しみ方もできるもんな、このゲーム。一緒に楽しいゲームやっていきましょう。さあ、お、2になったね。次はあんじゃない。どうだ、ある。下のこの、なんだっけ、展示ブロックか。展示ブロックおかしい。これで戻ればいいのかな。確認、あのさ、異変があったところを超えたらもう遅いのかな。どっから分岐になるんだろう、これ。合ってるわ。3番。で、26個になった。うわ、すごい。細かいな、これ。毎回張り紙が、お知らせがね、変わるんだ。なんかいるぞ。おっちゃんの後ろなんかいない？え、なにあれ？これ。うえぇ！おっちゃん邪魔よ！嘘！これ、おっちゃん無視し、これ戻ればいいの？一回当たってみる？あ、嘘。しっかり襲われるシーンもあんだ。うわぁ。そして残り異変が25個。おっちゃん来たよ。いや、面白かったな、今の。ちょっと異変回収の旅行きましょうか。なるほど。ないかな？ここは。うん。扉も3枚あるし、監視カメラも、メンダクトも、あるね。ポスターは、変わってないかな？うん、変わってない。行こう。ゴーゴーゴー。左側通行、キープレフト。これは、関係ないかな？あったのかよ！ちょっとこれ見てる人ね、あの、もどかしいかもしんないけど、そう、それはそれで僕のアホなとこ楽しんでから、自分でもね、プレイすると面白いかもしんない。おたけんです。おたけん。おっちゃん撮ってるわ。おっちゃんが変わったりすんのか？全くでも、変わらないからないのかもね。残り25個だから、多分変わるとは思うんだよな。皆さんはどれが変わると思います？俺さっきからずっとおっちゃんが気になるんだよな。うん、恋してる人みたいになってんじゃん、俺。さあ、1になった。オッケー。さあ、お次は、ポスター買ってないな。一回引こう。どうだ？金なし。他は、なんかあるか。おっちゃんは、変わってない。ポスターも変わってない。扉も大丈夫そう。監視カメラの位置は1個。なんかこの監視カメラ位置とかポスター位置が変わったりするのかな。これはそれはさすがにむずいもんね。うん、1、2、3ある。はい、ダクトも3個ある。あ、待って、ここ顔のシミある。うわ、コイン、コインね、そのコインの、うん、戻りましょうか。え、これでいいの？あ、落ちちゃいた。さあ、また始まったよ、この恐怖のループが。さあ、次は、うん、あれ、
おっちゃん笑ってない？すごいいいことあったのかな。これ、ああ買ったわ。おお。これ見れば多分もうクリアになってるよね。おっちゃん、満面の笑みや。何やったの？2円ぐらい昇級したのかな。だろうな、俺も笑うもん。さあ、23個だ。結構ありますよ。うん。できるだけ回収していきたい。他は、ないかな？うん。天井も来て、やっぱおっちゃんも変わるってのが分かって、おそらく地面も来るでしょうね。うん。この辺は変わってないよな。うん。変わってないっぽい。コースも変わってない。はい。これ違うか。さあ。どうだろう。カメラの数も合ってる。ここは何もないな。行こう。さあ、どうだ？嘘だろ？ちょっと待って、これ。最初の一発でクリア、相当奇跡なんじゃない？何相当奇跡って。うん。言葉がいがれてる。表情が若干ムーンになった？うん。若干だけど、さらにムーンになったとこないかな？うん。多分変わってないと思う。ドアノブも変わってない。ボタンの位置も変わってないかな？うん。ポスターは、変わってないかな？うん。変わってな、怖っ！これだ！戻ろう。これ間に合うかな？どうだ？あ、大丈夫っぽい。おっちゃん！アルバイトポスターの人の顔が今変わっ、ん？なんかいたぞ今。誰あれ？すごい気になる。あ、でも2になったわ。ちょっと近づいてみようか。やられちゃうかもしんないけど。どうだ？何してんの？おー、見た！怖っ！何もなんない？あ、何もなんないわ。でも、どこかで見たことあるような顔だな。鼻栓にしてる。多分もう、怪奇現象が起きないと思うから。ほらー。首へし折れるかなと思ったんだけど。そう、こういうの後ろっか行くとさ、グリーンってなるからさ。うわぁ！何なの？やばくない？怖さえぐいよ今の。え、ちょっとこの作者さんやってんな、すごいぞ。いや、今のなんか見れてよかったわ。ちょっと積極的に怪奇現象を開始していこうか。あ、またないんだ。あ、OK、 またなんかあったんだ。早い早い、おかしいな。ちょっとチャンネル休みようか。止められる？待て。あ、ダメだ、死んだ。なるほど。あのおっちゃんに当たるとゲームオーバーなんだ。ほうほう。おっちゃん二度目の変更があったから、他もさ、ポスターが二度目の変更とかあったりする？そう、これがまた違う絵になるみたいなやつさ。どうだろう。やってる気がすんな。うん。てるよね。行こう。こりゃいけるっしょ。さあ、変わってないよな。うん。おっちゃんの手荷物も変わってる様子はない。天井も変わってないかな。地面も変わってない。ポスターは、うん、変わってないっぽいな。いや、これポスターが変わるのが一番むずいかも。さっきのさ、あの露骨にお化けっぽく変わるのは一瞬でわかるんだけども、細かく変わられたら相当きついよな。あ、1になった。さあ参ろう。123、問題ない。さあ、おっちゃんは変わってない。ポスターも変わってないかな。うん、大丈夫そうだな。扉のドアノブも変わってない。
ここも行けんじゃないか。天井はなんか買ってるかしら。いや買ってないな。行こう。監視カメラもなんか位置がずれてるとかもないか。うん、行こうか。次どんな。嘘、むずいよ今の。え、何が買ってたんだ。ちょっと今むずいね。なんかコメントで何分何秒のところが間違ってるとか教えてくれると嬉しいかも。うん、そう、僕が気づかないからってみんなって感じで机をぶっ壊さないようにね。うん、そう、こういうのはねやっぱ自分でプレイしないとすごいもどかしいからね。さあどうだ。いや、ないと思うな。どうだろう、上も変わってないな。うん、一緒だと思う。行こう、これ行こう。大丈夫でしょう。行けた。さあまた慎重に。禁煙がある。はい、カメラもある。ダクトもある。ポスターは変わってない。3枚目まで見た。うん、この辺も買ってないな。おっちゃんも買ってない。これはどうだ、変わってないかな。うん、変わってない。大丈夫だよな。待って、でもなんかありそう。これむずいぞ。そう考えるとやっぱ最初かなり運良かったよね。先ほどの感じで言うと相当奇跡。うん、さあどうだ。よし、 OK になったぞ。でもまだね、会議が21個あるっぽいから、いや変わってなさそう。これもまっすぐ行った方がいいかな。展示ブロックは正常、天井も正常、ポスターも大丈夫かな。うん、あれ、これ片目だけ茶色で黒だったっけ。どうだろう。あ、いた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 。何が来るの。ちょっと行ってみるぞ。大丈夫これ、入れる。あ、入れるわ。なんか来るか。え、終わりかい。あ、てかこれ回を今みたいに味わっちゃうとこれ回収カウントされてないのか。どうなんだろう。まあ、とりあえず回はね、味わいたいものは味わっていこう。さあ、あれ、ゼロだわ。ちょ、今のところは確認が甘いね。ではもっとゆっくりいくわよ。うん、展示ブロックも変わってない。この辺も買ってないやな。なにこれ、おっちゃん、なになにこれ、バグじゃないよね。おい、こわっ。顔面が、これ戻っていいの。あ、正解なんだ。おっちゃんどうなるかな。スマホ見る、見るんだ。おっちゃん、うわ、どうなってんのこれ。今回のおっちゃんに触れても何もなんないんだな。はい、これでまた来るんだよな。こわ。さあ何かお借りはあるかな。うん、なさそうだね。うん、てかこれかなり配信も向いてるようなホラーゲームだよね。いろんな方がプレイしそう。さあどうだ、になったわ。よし、さあ買ってるかな。この辺は買ってない。天井も OK。 はい、ポスターも大丈夫そう。床も大丈夫かな。おっちゃんも変わりはない。多分ないかな。うん、行きましょう。どうだ、 OK。 3になったぞ。はい、あと20個。おっちゃんプリーズ。よし、我らがおっちゃんが来ましたよ。うん、
おっちゃんの変化はなさそうね。いや、ちょっと待って、この階はさすがになんかありそう。上はない？どうだ？変わってないもんな。これなんか変わりそうだよね。あっ、ちょっと待ってちょっと待って、これすごくない？いや今初めてフォーカスしたら初めて動きましたよ。動く、ちょっと怖いな、うん、これ戻ろう。あんな感じの要素なんだ。はい、味受けになった。めっちゃ無理ね。さあ4番よ。うん、変わりないかな。ああいう風に動くんだ。あー、やっぱさ、ポスター一個一個にああいう怪奇現象があんのかもな。動いてないよな。うん、動くときは若干この目の縁がさ薄くなるんだね。いや、これすげえわ。めっちゃ面白い、このホラーゲーム。いろんな人にやってほしい。変化はなさそうだな。さあ行きましょうか。うん、いやでもどうだろう、いけるか。あ、いけた。さあ会話、うん、19のまま。まだでも19個もあんの。一見なさそう。うん、でもよく見ないと分かんない、ああいうポスターみたいなね、事例があるから。あー、このダクトの中に何かいるとかない。なんだ、うおー、すっごい、なんか流れてみる。どうなるこれ、ここ来ればまずい。うーわ、すげえ、鳥肌総立ちだわ。はい、なんかシソ色の水が襲ってきたね今。やばかったね今、未知なる恐怖感。うん、おっ、あー待って、おっちゃん見てない。あー、もうこれ無理かな。うん、行かない方がいい。おっちゃん諦めよう。さあ変化はないって。うん、一定期かな。ダクトの中は時間が経つとさっきみたいに波が来るみたいなパターンもあるから、猛ダッシュで素手に抜けない方がいいよな。はい、多分ないと思う。行こう、あったらごめん。さあどうだ、嘘でしょ。あとはどこに変化が来るんだ。うん、何これやっぱ墨汁コース来た。シャンプーカットとかじゃないよ、こっから墨汁コース来るんだ。なさそうだな。ん、上っかもないもんね、監視カメラの位置もあるし。はい、ここはなさそう。次は、あ、これだ、あったあったあった引き返せというに書いてある。15個。禁煙は大丈夫。ボス、ちょっと待って、でかくない？おっちゃんいつの間にそんな成長遂げたの。あらまあ、うん、相当でかいもん室伏なんじゃないかなっていうはい、これ戻ればいいよね。特にこのおっちゃん害を加えてくるわけではないね。3。さあ次は何来るかな。うん、あの室伏を見た後このおっちゃん見ると小さく感じるよね。ん、あ、これだ、来た来た来た、なんかお化けが出てきそういいなこの雰囲気。うん、なんかライトがこうチカチカして奥側からさ幽霊が来るみたいな、そういう呪音的なパターンないかな。ないわ。戻りましょう、おっちゃん無理ね。さあ残り13個。これか、これや、なるほど。待って、すげえ狂ってるすごい照明も来るんだ。おお、戻りましょう。いいね、どんどん回収できて。あれ、おっちゃんなんか今回首おかしい。ほら、今まではまっすぐ己の道を見てたもんね。これ違うわ、戻ろう戻ろう。あー、やっぱり合ってるわ。はい、あと11個。なんだこれか、誰、分電話室に誰か入ってる
おっちゃん助けてあげて。フルシカトだ。うわ、何これ。どんだけ喫煙者いたのここ、うん、禁煙だらけですが、おっちゃん変わりないよね。すごいな。ちょっと待って、まだ8番出口来てないのに階段がもうあるぞ。え、なんでこれはクリアなの、それとも戻った方がいいの、うん、あ、0番だ。え、これ乗ってみる、すげえ登りたい。いただきます。何か変わるかな。あ、でもなんか音がおかしい。さっきさ、外の賑やかな声とか聞こえたもんね。ありゃま、何か起こるか。これで終わりかな。終わりだ。あと7個か。うわ、早いな。あ、これか。来た来た。塗りつぶされてる。展示ブロックがこれ潰されてんのか。なるほど。ほら、こっち側と全然違うもん。これや。やふい。表側の看板も変わるんだね、これ。裏側引き返してだっけ。うん、あと5個。あー、またこれか。今回はじゃあ戻ってみましょう。戻りましょう。多分これでいいんじゃないかな。今の上行くとゲームオーバーになるから。いける、あ、いけるね。2番。そして個数は残り4個。あ、てか待てよ。これ。ポスターでかくなってる？なってんな。うん。こんな大きくなったよね。戻ろう。うん。おっちゃんいたね。はい。5番になりましたよ。残りが3個だ。来た。結構明治、もう2個になったわ。お。あー、これか。なるほど。先ほどは、あの、漆黒の中に入ったから、あの、回収できてなかったんだよね。ちょっと待って。扉開いてない？そこ。ほら。あ、ちょっと待って、なんかいる。何してんの、何してんの。遊ぼうぜ、俺と。もう何してんねん。そんな狭いとこで。よし、これで全部揃ったね。はい。あ、閉まっちゃった。あ、終わった、終わった。すべての異変が見つかりました。この度は、当地下通路をご利用いただき、誠にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いや、面白かった、このホラーゲーム。いやー、面白かった。はい、全部集めましたが、いかがだったでしょうか。なんか時々再び起動したくなるようなホラーゲームだね、これ。あー、やだ、グッドボタン、チャンネル登録お願い。いやー、終わった。なんか個人的にはあのおっちゃんが地下通路を常に徘徊してんのがすごい不気味に感じたわ。普段さ、海外のホラーゲームとかいろいろ面白いのやってるけども、うん、なんかさすが国産って感じがしたな、今日。皆さんもこれぜひ遊んでみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。